こんにちは。北海道のお取り寄せサイト食べれ北海道のバイヤーの美馬です。今回は旬の食材とは何かについてお話ししたいなと思います。食材の旬という言葉を聞いたことはあると思いますが、こんなことを思ったりはしませんか？真冬にスイカが置いてあるのはなぜなんだろう。旬の季節じゃないのに美味しいのか美味しくないのかな、どっちなのかなど疑問に感じたことがあるかと思います。そんな旬の意味についての解説と、旬ではないものが置いてある意外なわけ、季節ごとの旬の食材についてお話ししていきたいなと思っております。食文化における旬とは、特定の食材が最も美味しい時期の指す言葉と言われています。野菜や果物が栽培されたり収穫されたりする時期は、その食材が最も美味しく栄養価も風味も高い状態だと言われています。旬とは次の3つの意味で使われることがあります。まず1つ目、需要と供給のバランスにより価格が安い。2つ目、旬の食材は栄養価が高く美味しい。3つ目、季節を先取りする初物、走りと呼ばれるもの。それでは一つずつ解説していきたいと思います。旬の食材は一般的にお手頃な価格で入手できる傾向があります。これは旬の時期にはその食材の供給量が豊富であり、農家や生産者さんから市場に出回る量も増えるからです。需要と供給にバランスがあるため、価格が比較的安定し市場価格も下がります。ですので旬の食材を選ぶことは、手頃価格で入手するチャンスを得ることができることにつながります。ただし一部の高級な食材や希少なものは価格が高いものもあります。また地域や需給の状況によって価格は異なりますので覚えておいてください。総じて言えることは、旬の食材を選ぶことは品質や味の面での満足が高まるだけではなくて、経済的な面でもメリットがあるということです。旬の食材は一般的に栄養が豊富と言われています。旬の食材の栄養価が高い理由をいくつか説明いたします。まず1つ目、鮮度の高さ。旬の食材は収穫された直後や熟した状態で市場に出回ります。そのため鮮度が高く栄養素が最も豊富な状態で摂取することができます。栄養素は時間の経過や保存の影響で減少する傾向があるため、旬の食材を摂ることで栄養価を最大限に活用できます。そして2つ目、成熟度。旬の食材は自然のサイクルに従って適切な成熟度で収穫されます。成熟度が適切な食材は栄養素が最もバランスよく含まれています。特にビタミンやミネラル、抗酸化物質などの栄養素が豊富です。そして3つ目、多様性。季節ごとに旬の食材が変わるため、バラエティに富んだ栄養を摂取することができます。例えば春に新鮮な野菜や山菜が旬であり、ビタミンや食物繊維が豊富に摂れます。夏は果物やトマトが旬であり、ビタミン C やカルテノイドなどが多く含まれます。秋には根菜やキノコ類が旬であり、ミネラルや食物繊維が豊富に摂れます。季節の変化に合わせて摂取することで、多様な栄養をバランスよく摂ることができます。ちなみにキノコは菌床栽培という方法で作られているものが多く、周りの旬が捉えにくい状態になっています。本来のキノコの旬は秋となっています。走りと質物は季節の到来を先取りして収穫販売される、その季節の最初の時期の食材を指す言葉です。これが日本人にとっては最も重要かもしれません。走りとは季節の変わり目や本格的な季節ではない時期に、その季節の食材が市場に出回り始める頃の意味します。例えば春の走りとして、冬から春にかけて栽培された野菜、春先に収穫される山菜などが挙げられます。季節の変わり目にはまだ本格的にその季節が食材が入手できないため、人々は走りの食材を楽しむことで季節感を味わえます。例えば初がつおや新茶と言われるものがそれにあたります。初物とはその季節の初めて収穫される食材のことを言います。一般的にはその季節の到来を告げる食材として重視されます。例えば春の初物としては春キャベツや新じゃがいもなどが挙げられます。初物はその季節の食材が最も鮮度が高く、風味が豊かで状態がよく提供されるため、人々にとっては特別な存在とされます。走りと初物は旬の概念に関連していますが、少し異なるニュアンスを持っています。季節の変わり目や季節の到来を感じるために、人々は走りや初物の食材を楽しむことがあります。これらの食材は季節感や新鮮さを味わうことができるため、地域の食文化や料理において重要な役割を果たしています。
旬の食材が年中入手できる理由はいくつかあります。現代の食品流通のシステムでは食材を世界中から輸入することが一般的になっています。季節の制約を超えて異なる地域で収穫された食材を輸入することで旬ではない食材を提供することが可能になっています。例えば冬になっても南半球の国々で夏が訪れるためそこで収穫された夏野菜を輸入して提供することができます。また栽培技術の進歩や食品加工技術の発展などの理由もあります。では旬じゃないものは美味しくないの？という疑問が出てくると思います。旬の時期に比べて味や品質に違いはあるかもしれません。しかしそれが必ずしも美味しくないということにはなりません。先ほども言った通り技術の進歩により旬の食材を長期保存したり季節外れに栽培することも可能になりました。その結果旬の食材の一部は年中入手でき一概に旬の時期よりも美味しくないとは言い切れません。最終的には個人の味覚や好みで食材を選びましょう。旬について理解を含めたところで次に季節ごとの旬の食材についてご紹介いたします。春の旬の食材として雪が溶けて徐々に暖かくなってくる春にはフキノトウやウド、バラミ、タケノコなどの山菜類が旬を迎えます。山菜類は成長が進むにつれて硬くなり食べることが難しくなります。まさにこの時期しか味わうことができない春の味と言えるでしょう。またアスパラガスや春キャベツ、新玉ねぎなども春が旬です。特に春キャベツは他の季節のキャベツに比べて葉が柔らかくみずみずしくてほんのりとした甘みがあります。多く含まれる栄養素はビタミン C なども胃や腸の整える効果があるものです。肝臓の働きを助ける健康的な肌を作るといったことにも役立ちます。日差しが強くなり気温が高い日が続く夏はトマトやレタス、キュウリなどの夏野菜が食べ物になります。夏野菜と呼ばれるこれらの野菜は水分量が多くみずみずしくてさっぱりとしているので暑い夏にぴったりです。特に野菜はビタミン類やカリウム、カルトなどが多く含まれています。ビタミン類は疲労を回復して体の免疫力を高める働きがあるので夏バテの予防や改善にも効果が期待できます。またカリウムはむくみや予防改善、カロテンは皮膚や粘膜を丈夫にしたり視力が回復する働きがあると言われています。夏の暑さも落ち着き始める秋は緑の秋と呼ばれるほど様々な食材が旬を迎えます。代表的なものとして松茸や椎茸、しめじなどキノコ類が挙げられます。またさつまいもやレンコン、人参など根菜類や柿、リンゴ、梨、ぶどうなどの果物も秋が旬です。秋の味覚として七回サンマをはじめサバや鮭、竹などの魚もこの時期によく出回ります。また秋にご飯や食材が美味しいと感じられる理由は夏バテで落ちた食欲が回復するためやこれから迎える寒い季節に栄養を蓄えるため、また気温が低くなると体温を維持するためにエネルギーの消費量が上がるためなどと言われています。寒さが厳しくなる冬に旬を迎えるのは鍋の食材としてもおなじみの白菜や大根、またブロッコリーや小松菜などもこの時期に旬を迎えます。冬野菜は夏野菜のみずみずしい感じとは違い冬の寒さで凍ることがないよう細胞に糖を蓄積するため糖度の高い野菜が多いのが特徴です。食べた時冬野菜は甘くて美味しいと感じるのはこのためです。また冬の代表的なフルーツとしてみかんがあります。みかんはビタミン C が豊富で風邪の予防や免疫力アップにも役立つと言われています。僕がおすすめする季節ごとの商品も概要欄に貼っておきますので見ていただけると嬉しいです。ということで今回は旬にまつわるテーマをお話ししてきました。食材の旬を意識することは季節の恵みを享受し健康的で美味しい食事を楽しむために重要です。旬を迎える食材には多くのメリットがあるということを心に留めて積極的に食事に取り入れてより豊かで美味しい食生活を楽しんでいきましょう。このチャンネルでは食品に関する知識や効率のいい食べ方などを紹介していきます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画を見てくださいね。ありがとうございました。